ワイアン氏、ワイアン氏、ワイアンマイナス氏は、中華人民共和国チャンス省の中西部に位置する地球市。2001年以前は、ワイイン氏、ワイインマイナス氏と称されており、同名のワイアン氏は、研究市として、ワイイン氏管轄とされていた、詳細は、アンクを参照。ワイガの流域にあり、ワイガ水系の中国第4位の淡水湖、ヌカリザワ湖が、西部に広がる。 面積は1万100平方キロメートル、人口は534万人。2007年で、内常住人口が484万人、非農業人口が90万人。中華人民共和国の政治家、周恩来の出身地でもある。ワイアンは、チャンスー小中西部に位置し、西北は、宿仙市に、北は、連雲港市に、東は塩、東は塩城市に、東南は、洋州市に、 西南は、安岐省、州士に接する。ワイアン市の大部分は、ワイガ流域の平野で、地勢は極めて平坦である。クイ県の域内に、若干の丘陵地帯が存在する。また、ワイアン市には、河川や湖省が非常に多い。主要な河川、運河は、ケクイ大運河、ワイガ、祖北灌外総居などがある。ワイガはかつてワイアンから、 東の黄海へと流れていたが、黄河の流路が南へ移り、ワイガの流路を乗っ取ったためにワイガは溢れ出して、南の長江へと流れるようになった。この時溢れた水で形成されたのが、ワイアン西部の市境に広がる中国第四位の大きさの湖、ヌカリザワ湖である。ワイガの氾濫を防ぐため、中華人民共和国は、祖国灌外総挙を建設し、 再び、ワイガの水の一部を航海へ流している。ワイアンの歴史は、ワ Y が、ワイ水と切り離せない。伝説では、大ウは、ワイ水の治水を行い長く安定させたという。新代には、ワイアン圏が置かれ、現在のワイアン市に至る2000年の歴史の始まりとなった。また、ワイイン圏、現在のバトーチンの東南、クイ県、東洋圏、現在のク栗圏は、チンも、 この時期に設置されている。ワイン城は当時は、止水がワイ水に合流する地点の正面にあり、東にはワイ水と長江を結ぶ運河の起点があったため、水上交通の用地となっていた。畑館内には流邦を補佐して、全館建国に大きく貢献した、関心のほか、全館の自負化の倍上、倍、さつき、五館の文人で懸案七子の一人人類をやから、出ている。 行政区画としては、東進により設置された、山陽群を前身とする。隋代になると592年、海洋2年に、山陽群は廃止され、新たに、蘇州が設置された。隋朝による、大運河の建設は、河北と江南の物流幹線を形成し、ワイアンでワイガなどの河川と交差したため、ワイアンは、経済的に大きな発展を遂げている。東大になると621年、 武徳四年に東蘇州とされたが、六百二十五年、武徳八年には再び蘇州とされた。宋代になると千二百二十八年、昇定元年にワイアン軍の軍事、現代には千二百八十三年、資源二十年にワイアン路の道とされている。民進代になるとワイアンは治水、騒運、声援行政の中心地とされ、南川総督と騒運総督が設置され、 水運と声援により最盛期を迎えた。ワイアンフと、川下鎮、万光鎮、清志江浦の各都市を連絡する大都市群が形成され、ワイアンは、揚州、蘇州、広州と並ぶ、大運河城の四大都市と呼ばれるまでになる。秋尾のワイアンフは、現在のチャンス省の長江以北にあったわずか二カ所の、府のうちの一つで、その管轄範囲は、公海沿岸から、 内陸の広い範囲にわたり、現在のワイアン市、塩城市、宿仙市、連雲グモ及び、助手市東部に及んだ。信頼になると、改修直例州、現在の村宿も講師が分離、さらに、助手市付近に、助手府が新設されたため行政範囲は縮小した。当時のワイアン府は、採用県、現在のワイアン区、清川県、現在のワイ,イン区、安藤県、 現在のさざな水県、桃源県、現在の宿泉市塩県、用城県、現在の塩城市、岡根井県、山陽県の東部に新設、現在の塩城市岡根井県の六県を管轄した。1761年には、清川県城が洪水で破壊され、山陽県の清江浦鎮を、清川県の新たな県地とした。中華民国が建国されると、 1914年、民国3年に行政区画改変が行われ、管轄県名の解消とともに、普及行政組織が廃止され、順上げ道が設置された。清江浦は、順上げ道の道春となり、これ以後アイアンに代わり、行政の中心地を形成した。1937年、民国26年に勃発した日中戦争では、 チャンス省政府が鎮港から安陰に疎開したが、1939年、民国28年3月には、日本軍により占領された。1945年、民国34年に、中華民国政府が、実行支配権を回復すると、清江市が設置されている。1948年、民国37年に、領順市と解消されたが、 国境内戦の混乱により間もなく廃止された。1948年、民国37年12月、Y 海戦役により人民解放軍が安陰を呼び、Y 安地方を実行支配に置くと、1949年、民国38年4月21日、祖北行政公所の下に、Y イイン戦区が新設され、Y イイン、淳太から、塩、洋、寒具も、祝戦。 安市、新安、佐々波水の住県を管轄した。1951年、ワイン県上地域を分割し、清江市を設置、地区公所が設置されている。1953年1月には、チャンス省が復活し、ワイン選区はその下に置かれるようになる。以後、1950年代には隣接の助手選区などとの間で管轄外や、県の分割、廃止などが、 毎次いだ。1971年の時点で、ワイン地区は、清江市及び12の県、寒雲、寒南、洋、祝仙、潮、さざ波水、ワイン、アン、ぬかり沢、四広市、クイ、金庫を管轄した。1983年には、清江氏は、ワイン市と改名し、地球市に昇格した。旧清江氏は、清川区と清浦区になり、ワイン地区は、 ワイイン氏に吸収された。1987年には、宿泉県とワイアン県が研究室となっている。1996年には、宿泉県が地球人に昇格し、陽県、使用県、思考県とともに、ワイイン氏から分離した。カングモ県及びカ南ミ県は、デングモ甲市に移り、ワイイン氏は、ワイイン県、さざなみ水県、金ンコ県、ヒロシ県。 クイ県の五県を美和安市、清川区、清浦区を管轄するようになった。2000年12月21日、ワイイン市はワイ安市に改名された。中心はそのまま元の清石、ワイイン市のあった清川区に置かれ、元のワイ安市は、蘇州区に、元のワイイン県は、ワイイン区に改められた。2012年には、蘇州区は、ワイアン区に改名されている。 4種かつく、3県を管轄する。大手鉄鋼メーカー、チャンスーサ鋼集団、スナの傘下にある特殊鋼メーカー、チャンスーサ鋼集団ワイアン特攻有限公司ワイアン特攻が本拠を置く。2000年以後、韓国資本のハンコックタイヤと台湾資本のフォックスコン、富士コー、トール型電子、広子製箱包みなどの企業がワイアンに投資し、台湾資本の新たな集中地域となっている。 2007年には、全市の GDP は2745億元。一人、あたり GDP は56575元に、達した。経済総生産と一人あたり平均は、全省第11位である。航空鉄道路面電車道路、ワイアン市での宗教施設及び、新都数では、キリスト教が800箇所、新都数18万と優位にある。仏教、40箇所、 神徒数4万、イスラム教、5カ所、神徒数6千人が続く。著名な仏教寺院には、ジュンジ、キキオモエデラなどがある。ワイアン出身の有名人には、関心、ワイインコのほか、文人の賃金や、倍城、秋代の小説家で、最有記の著者、五少音、清島紀の学者、小説家で、老山遊記有の著者、留学、信頼の名医。 クレマリ通り、清末期の武将で、アヘン戦争で打ち死にした、石天、土川、中華人民共和国総理であった、周恩来らがいる。中国歴史文化名城に指定されているワイアンは、観光都市としても知られているほか、チャンスー料理の一つで、炭水魚の料理などが有名な順揚げ、料理、順揚げなどの本場として、またワイ劇や順書などの本場としても知られる。 主な観光地には大運河や、総運総徳河門の跡地、陳順楼、文通島、清安園、池山公園、尺湖などがある。また、州恩来の急居と、州恩来記念館や、民の春元章が祖先を葬った、名素料もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。